皆さんこんにちは、ナチュロパスのさやです。私はオーストラリア国家資格である自然医療療法士ナチュロパスとして、世界中にお住まいの方々へオンラインでの総合医療クリニックを展開しております。さて、いかがお過ごしでしょうか。ちょっと数日配信できませんでした。というのも、体調を崩していたというよりも、多分寝不足とストレス子育てからのストレス、はい、私も人間なんでねからですね、結構しんどいなっていう感じが続いてですね、なかなか、元気に録音することができませんでした。まあ今日今録音しているのが水曜日なんですけれども、昨日ぐらいから、火曜日ぐらいからはですね、結構調子が戻ってきて、しっかりとですね、2晩ぐらいめちゃくちゃ睡眠をとりました。そしたらですね、今日の朝はもう5時前ぐらいにはパチッと目が覚めて、結構すっきりした感があったので、よかったなというふうに思いました。ちなみにですね、私結構体と対話をするタイプなんですけれど、ストレスレベルが上がってくるとですね、動悸がし始めるんですよねなんで、ここ最近結構ね、毎日動悸がしてるなと思っていて、だいたい原因かっこ娘も想定はねしていたんですけれども、想像はついていたんですけれども、なかなかこうしっかりと休める時間がなかったのもあってですね、ついにこう体の方がぐてっと、なってしまった、そんな感じですね。皆さんはいかがでしょうか。体と対話していますか。我慢は禁物と本当に言ったもので、そろそろやばいなと思ったら休むこと、ぜひ優先してほしいなと思っております。こんな私が言うのもあれですけれどもねはい、そんな感じで、今日はですね、久々の配信なんですけれども、今日もねまた、患者様のケースを使ってお話をしていきたいと思っております。で、今日のトピックはですね、過敏性腸の、方、まあ、過敏性とか言ったり、それから単にね、なんかお腹の調子が悪いと思っている方、それからまあ IBS なんて言われたりしますけれども、とにかくお腹の調子が悪いと結果、他にも影響が出てくるんだよ。逆に言うと、お腹の調子を直していくと他のね、体のいろいろな機能もかなり整ってくる、バランスが整ってくる、そんなのを、もうはっきりと証明できたようなケースでしたので、シェアしたいと思っております。よろしければ最後までお付き合いください。というわけでですね、本日は、お腹のね、健康なんかあんまり良くないなと分かっていながらも、結構放置しちゃってる方、もしくはこう下剤なんかをね飲んで慢性の便秘をなんとか常にしている方、とにかくそのお腹の不調とか、なんかいまいちお腹良くないよなっていうその感覚、無視してほしくないな。それって結構、体にとって重要なアラームというかサインなんだよというお話をしたいなと思っております。今日ですね、ちょっとシェアしたい患者様なんですけれども、30代後半も40歳ぐらいなんですけれども、女性の、方になります。とにかくですね、お悩みの内容としては、お腹の張りゴロゴロが止まらない、そして、便秘気味である、そして、特定の食べ物を食べると、体が反応してしまう、まあ、例えば卵を食べると吐き気がするとかですね、それから、なんかこれ系のお肉を食べると、逆に下痢になってしまうとかですね、とにかく何か特定のものを食べると体が反応してしまう。なんせお腹の調子が良くないんだよね。消化機能が良くなさすぎて、どうにかしたい、気持ち悪いということで、いらっしゃった彼女なんですけれども、よくよく、最初のね診断でお話をしていたらですね、まあ、もちろん、一番のお悩みはお腹の健康なんですけれども、よくよく聞いていくと、意外と体重の、増加減らないということに、悩まれていたり、それから生理痛がかなり、激しい、そして、不正出血が結構出たりもするんだよね。まあでも何もしてないけど、あははみたいな感じでですね、結構ね、その月経周期
に、ちょっとクエスチョンマークがあったり、それから何よりも、とにかくすごくこうストレスイライラしやすかったり、すごく疲れやすかったりするっていう、そのエネルギー、元気レベル、このあたりにも、自分なりにね、こう元気とは言えないというところがある、そういった、彼女なんですよね。で、前からね、私の放送を聞いてくださってる方はもうここでピンときたと思うんですけれど、腸ってやっぱりいろんな体の器官とつながっているんです。で、特にですね、脳腸相関っていうんですかね、日本語では。特に腸内と、それから、頭、脳みそですね、腸と脳っていうのは深い、神経線でたくさんつながっているんですよね。ですので、腸の健康がバランスがね崩れてしまうと、どうしても、脳内のバランス、つまりは、気分の、浮き沈みだったり、それから、生理とかに関してもですね、やっぱり脳の、一部の下垂体という場所から、排卵をしなさいとかですね、そういうシグナルを出しますので、結果やはり、生理のね健康とも関係してきたりするわけなんですよね。でですね、じゃあ、この患者さん、どういうふうな、治療をしていったかということなんですけれども、いつものように、もうとにかく私はゲスワークと言われるような、ゲス、推測ですね、多分こうだからこれやってみようみたいな、そういうのが大嫌いなんですよね。結構、ちゃんと検査をして、はっきりと、原因が分かって、そこに、もう全力投球したい、そういったタイプなので、検便をしていただきました。それから、血液検査もしていただきました。そうするとですね、分かったのが、やはりですね、そのガスとかお腹のゴロゴロ、いわゆる有害物質なんて普段言ったりしてますけれども、これをねやっぱり出している、生産してしまっている悪玉菌っていうのがたくさんいましたし、そして、このね腸内検査の結果から本当にいろんなことがわかるんですけれども、その中でも彼女特に、多かったのがですね、こういった悪玉菌だったり有害物質の、排出、体からなんとか出そうとね、体は頑張るんだけれども、それを阻止してしまうような、そんな、有害物質がたくさん彼女の場合は見つかったんですね。つまり、このなんとかせっかくね良くなろうと、彼女はいろんなことを本当にやってるんです。例えば、ここ半年間なんと、ベジタリアンになったらしいんですね。きっと肉が悪いんだろうということでですね、肉を取らなくなったんだけれども、それでも全然変わらない、どういうことだっていう感じでですね、彼女の努力にも関わらず、体がなかなか変わってくれない、この一つの理由に、この有害物質の排出を阻止してしまう、そんな、ものが、腸内で見つかったわけなんですね。ですので、いつものようにですね、まずは、それらの有害物質を生み出している原因となる、悪玉菌、これらを、処置しました。でね、これ処置しただけでは残念ながらすぐに戻ってきてしまうので、ここからはですね、食物繊維、これまたPHGG とか呼ばれている、食物繊維、特別な種類の食物繊維があるんですね。食物繊維、食物繊維ってよく聞きますけれど、食物繊維っていろんな種類があります。 6,7 種類ぐらいはあるんですね。自分のニーズに応じた食物繊維を使わないと逆に逆効果になることもあるので、ちょっと注意してみてください。で、彼女にはですね、この特別な PHGG という食物繊維を使って、なんとかですね、この腸内の環境自体を、改善するような、そんな働きがある、食物繊維を使って、どんどんね腸内環境を改善させていきました。そしてですね、さらには、結構ねお腹の張りが減ってきたということなので、次は、善玉菌を育てないといけないですよね。ここでですね、ようやく発酵食品っていうのが登場するわけなんですね。
結構ですね、納豆とかヨーグルトとか昆布茶とかね、いろいろ聞いたことあると思うんですけれど、これね、もしもガスとかを発するような悪玉菌がすでに腸内にいちゃう場合、発酵食品をそこで入れちゃうと、残念ながらこの悪玉菌に餌を与えることになってしまって、自分の目的とは真逆の、結果になってしまうことがあります。ですのでね、やっぱりこのいろんなね、健康食品と言われるものあるんですけれど、万人受けするものはないですし、そして、それを食べる時期っていうのも、どのステージだったら自分は食べて OK なのかっていうのもね、検便をすればわかるんですけれどもね、とにかく何が言いたいかというとですね、悪玉菌が見つかりましたので、悪玉菌の処理をして、腸内のね、環境自体を少し、改善させてきた。その結果ですね、彼女すごく嬉しい、変化がありました。さっきね、冒頭で申し上げた、まず便秘、なくなりました。お腹のゴロゴロ、それか胸焼けのもの、なくなりました。そしてですね、気分もかなり調子がいいと。何せその元気レベルね、私はよく10段階でどれくらいですかと言うんですけれども、最初はですね、問診票で1とか書かれてたんですけど、なんとそれが7、8まで、戻ってきた、そんな感じなんですよね。で、なんと、生理もですね、結構不定期だったりめちゃくちゃ痛かったりしたんだけれども、生理痛はどこに行ったのやらというぐらいですね、もう生理痛なんてものあったのがありえないぐらい、もう今では生理痛ゼロの、評価をくださいました。そしてね、彼女とは、だいたい6ヶ月ぐらいしっかりとね、一緒にやってきた結果なんですけれども、なんと、今のところ1ヶ月に1キロずつ体重も落ちてきてるんですよね。これ前回ね、体重のお話したと思うんですけど、脂肪ってそんなすぐに落ちるものじゃないんですね。1日2日で変わるその体重の差っていうのは、実は体の炎症から起こる水分、むくみ、そういったものなんだよというお話をしたと思うんですけれど、彼女の場合もですね、やはり、悪玉菌の仕業による炎症がかなり起こっていたと思われ、炎症がね、どんどん減ってくるにつれて、体重もなくなってきたということなんですね。こんな感じでですね、もちろんね、彼女にとって腸内の健康が良くなったっていうのは嬉しいんですけれども、それ以外にも腸内の健康が良くなるだけでですね、生理痛がなくなったり、体重が減ったり、元気レベル自体が上がったり、そんな感じでね、いろんなところに、影響が出てくるんですよね。なので、これを聞いてくださってる方、もしもね、何か今、こうなりたいなって思っている、その健康のね、ゴールがあるのであれば、腸内の健康は無視しない方がいいですよというお話を今日はさせていただきました。腸内の健康やっぱり大事なんですよね。はい、というわけで今日はここまでになります。私、ナチュラパスサイトのオンライン診療では、皆さんのお悩みの症状に対して、ただ症状の対処をするだけでなく、根本的な原因の特定と修復を同時に行うことで、ご本人の長期的な健康管理を応援することを仕事としています。食事の記録、それから、血液検査などなどですね、様々な評価ツールを使用します。そんな中、食生活、それから運動、そして心の健康とのね、付き合い方だったり、とにかく生活習慣の改善に関する具体的なアドバイスというのを受け取っていただいております。でね、こうすることでやっぱり生活習慣をどうしていけばいいのか、何を食べたらいいのか、どれくらい食べたらいいのか、細かなことを自分でね、どうするべきかっていうのを知っていくことでですね、患者様ご自身の自己管理能力っていうのがアップするんですよね。私のゴールはここを目指して、日々頑張っております。ですので、長年ね、不調とか疾患抜け出したいけれど、何をどこからどうすればいいの
のかわからない、そんな方はぜひ概要欄よりナチュロパスサヤとのオンライン診療の詳細をチェックしてみてください。というわけで本日も素敵な一日をお過ごしください。ナチュロパスのさやでした。